はいどうも皆さんこんにちは、ヤブザルです。というわけで今回はボルマーですね。ちょっと前にですね、ちょっと前にですね、僕は星6にしようかなっていう動画出したんですけども、僕の計算外な、ことが起きましてですね、このピースがね、まさかの300個だったので、ちょっとできなかったんですけど、こちらご覧ください。サバイバーのかけらがですね、今現在、合計で364かな？はい。ありますので、使っていきます。やっとですよ。で、今79個、ボルマーのピースがあるんで、221個ね、交換したいなと思います。めんどくせ。OK、はい、しよう。はい、しよう。はい、OK。はい、まだいきますよ。これちょっと長押しで一気にブルルルってしてほしいな。できるようにしてほしいですね。はい。こういうところをね、変えていってほしい。はい、200個。あと21個ですよ。はい。OK です。これで、ボルマくんが、星6に行きましたね。おーい。無本行動、無本だよね。無本行動ですね。極秘盗聴が無本行動に進化できる。無本地を蓄積して敵を戦闘から撤退させるっていうね、よくわからないやつに進化したんですけれども、じゃあ早速使っていこうかなと思います。まあ、とりあえず100行こうかなって思ってますね。はい。で、装備はこれかな。うん。なんか、ライトチェイサーと亡者の鎧で、なんか、チャプター100やってみてくださいっていうコメントもあったんで、じゃあ、それもちょっと、お答えしてね、やっていきます。じゃあ、やっていきましょう。はい、100。さあ、撤退するとは、なんか、蓄積されて撤退するみたいな。はい。極秘盗聴しといて、さあ、その仕様がね、まだよく分かってないんですけど、蓄積、まあまだ、進化はしてないんで、なんとも言えないんですけど、さあ一体どうなることやら、ってことで。まあ多分勝てはすると思うんですよ、普通に。勝てはすると思うんだけど、まあ極秘盗聴の撤退がすごく気になるところである。フォースフィールド発生機ね。なんか、お化け対策にいいんですよね。フォースフィールド発生機ね。確かね。取ってもいいけど、取んなくてもいいんだよな、別に。更新。来た！ OK！ それが欲しかったんだ、俺は。まあ、霊体か、幽霊状態でも敵の場所わかんのいいね。さあ、ボス1までにドローン系を刺すと、進化させたいんですけど。さあ、3つ来い！よし！でかい。いやー、まあいいか。まあ悪くはない。とりあえずボス2までは、まあとりあえず霊体化せずにやっていければなーって考えてるんですけど。だちょっとね、どうだろう、ボルマー。あ、やべ、磁石取っちゃった。ここのボスがね、ちょっとめんどくさいんだよね。あ、避けて避けて。危ない！うわ、危ねえ！危ないっていうかもうほぼ瀕死やばい。ちょっと待って、死ぬ。これ死ぬ。これ死ぬやつ。うわー、これ死ぬやつ危ない。これ死ぬやつやばいぞ。やばい、どうしよう。え、どうしよう。危ない。ちょ、一旦磁石。あ、死んだ。あーい、最悪。非常に最悪なんですけど、まあ、OK、なんとかなった。まあ、なんとかなった、危ねえ。怖ーい。はい、今のうちにね、はい、もう霊体化しちゃったらもうしょうがないんで。待って、いけるか、これ。危ねえ、待って、死ぬ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 死これはちょっとごめん。うん。普通にこれはごめんなさい。ちょっと無理。ちょっと無理な話でしたね、今のは。はい、お前は平気。もう、お前はもう平気。お前はもう平気で。OK。はい、逃げて、逃げて、避けて、逃げて、避けて、逃げの余計の、逃げの余計のして、OK、よし。OK で、OK で、はい、磁石取って、いいよ。さあ、次進化できるかな？はい、寝返り工作来て、お金の力。さあ、これで一体本当どう、撤退、また幽霊が多分分かりやすいと思うんですよ。幽霊がね、多分ね。多分ですよ。撤退、ああ、今に、逃げたね。今、なんか、背中向けた気がした、今。撤退、ああ、幽霊出てきてほしいな、幽霊。幽霊くん出てきてほしいんだよな。
これちょっと上向いとこうかな。上向いといて、上向かせといて、こうしたらどうなる？これやっぱり、ダメか？撤退していかないかな。やっぱ幽霊来ないとちょっとわかりづらいっすね。あ、死んじゃった。あ、やべ。あ、幽霊が出てきてくれないぞ。さあ、ここ、ボス戦ですね。はい、気になってる。あ、おっと。いけるか、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 いけるのか、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 いける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 。よし、オッケー。オッケーオッケーオッケー、はい、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。で、はい、雑魚的早く出てきてほしくて、はい、来た。これでやっとわかるぞ。さあ、避けていけんのか？蓄積してる？蓄積してる？わかんない。逃げようとしてるかな？撤退してる？こう走って、あ、今なんかちょっと撤退しようとしたね。撤退しようとしてるけど、あんまり意味なくない？これ意味ある？これわかんねえな。撤退を撤退をしてるのかしてないのか。いや、もうなんか撤退する前に倒してる。普通にな、なんだろう、なんかよくわかんないわ。はいはい、もうぶつかりぶつかりぶつかり稽古ですよ。こんなぶつかり稽古ですよ。これはオッケー。わあ、ワンサカ。ワンサカ来て、撤退する間もなく倒してるから、正直微妙じゃないこれ。ボルマー、星6。なんか思ってたんと違ったな。なんかもっとなんか、避けていくもんかなと思ったけど、全然蓄積されてないね。そして、どう？あ、もうわかんない。クリティカルエフェクトでわかんないわ。撤退はね、これちょっと、あんまり実感が湧かないっていうかね、まあ、微妙かな。どうですかこれ、皆さん。撤退がね、見えないんだけど、撤退はね、まあ、なんか2、3匹撤退してる感あるやつあったけど、いや、微妙じゃないか、これ。ちょっと微妙だったかな。はい。まあ、一応ライトチェイサーでも勝てますよってことで。はい、じゃあ星6スキルなんですけど、まあ、撤退をね、しようとしてた、敵もいたけど、まあ、微妙かな。やっぱ微妙ですね、ボルマーは。無本行動。なんかその、無本値を蓄積しないといけないから、だから、まあ、めっちゃ強い。だからメガチャレンジとかだったら、いいのかな。どうなんですかね。めっちゃ硬かったりとか、体力めっちゃ多くて防御力高いみたいな感じだったら強いかもしれないんだけど、現状多分使わないね。現状マックスの難易度のレベル100でさえ、チャプター100でさえ、全然撤退させるその感じもなく芝居てたんで、まあ、星6、まあ、今後に期待かな。今後に期待ですね。この感じは。撤退がどれ、まあ、どんだけ撤退させてくれるのかって感じなんですけど、以上になります。ちょっとね、分かりづらかったかもしれないけど、まあ、ちょっとね、まあ、今んとこする価値ないかな。はい。今後に期待ってことで。はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。